皆さんこんにちは、岡田雅樹です。志尊淳です。平手友里奈です。映画三角窓の外側夜のブルーレイ &DVD の発売が決定いたしました。この映画はですね、山下智子さんの大ヒット漫画を実写化した新感覚ミステリーエンターテインメントです。僕が演じた霊が祓える男ヒヤカワと、志尊くんが演じた見える男ミカドの2人が除霊という特殊能力を使い怪奇事件に挑みます。私は呪いを操る女子高生ヒーラーエリカを演じました。果たしてヒヤカワミカドの心霊探偵バディは呪いの謎に隠された真実にたどり着けるのか。劇場でご覧になった方ももう一度ご自宅でじっくり三角窓の世界を堪能いただけます。映画に込めたメッセージを皆さんに受け取ってもらえたら嬉しいです。映画三角窓の外側は夜、ぜひお楽しみください。これからあなたを呪います。お前は呪われて死ぬ。三角くん、あ、いや、ミカドです。いきなりでごめんなさい。こんなにはっきり見える、あれが。僕の助手になってくれませんか。仕事内容は簡単な除霊作業です。あれが怖くてたまらないんです。二人が追うのは呪いが生んだ未解決事件。連続バラバラ殺人の被害者だ。君は自分が今まで見てきたものを否定するんですか。人が死んでるのにあんたは何とも思わないのかよ。守ってたいなんて。ヒーラーエリカ、そいつが呪いを持ち込んで事件を起こした。大丈夫、僕といれば怖くなくなりますよ。罠だ。呪いですよ。幽霊よりも人間の方が怖いってことです。これからあなたを呪います。ヤカさん言っちゃダメです。三角窓の外側は夜、あなたの知らない世界へ。入れてあげる。え？